西宮は去年にも御所の中へお移りになるはずであったが、いろいろな障りがあって、この秋いよいよ決裁生活の第一歩をお踏み出しになることとなった。そしてもう九月からは佐賀の野の宮にお入りになるのである。それとこれと二度あるみそぎの日の支度に屋敷の人々は忙殺されているのであるが、宮須どころは頭をぼんやりとさせて寝て暮らすことが多かった。屋敷の男女はまたこのことを心配して祈祷を頼んだりしていた。何の病というほどのことはなくて、ぶらぶらと病んでいるのである。源氏からも四十見舞いの手紙は来るが、愛する妻の容体の悪さは、自分でこの人を訪ねてくることなどをできなくしているようであった。まだ三期には早いように思って、一家の人々が油断しているうちに、葵の君は、にわかに生みの苦しみにもだえ始めた。病気の祈祷のほかに、安産の祈りも数多く始められたが、例の執念深い、一つのもののけだけはどうしても夫人から離れない。名高い僧たちもこれほどのもののけには出会った経験がないと言って困っていた。さすがに法力に抑えられて哀れに泣いている。少し緩めてくださいな。大将さんにお話しすることがあります。そう夫人の口から言うのである。あんなこと、わけがありますよ。私たちの想像が当たりますよ。女房はこんなことも言って、病床に添え立てた。貴重の前へ源氏を導いた。父母たちは、頼み少なくなった娘は、夫に何か言い置くことがあるのかもしれないと思って、座を避けた。この時に、家事をする僧が、声を低くして、法華経を読み出したのが非常にありがたい気のすることであった。貴重の垂れ衣を引き上げて、源氏が中を見ると、夫人は美しい顔をして、そして腹部だけが盛り上がった形で寝ていた。
他人でも涙なしには見られないのを、まして夫である源氏が見て惜しく悲しく思うのは道理である。白い着物を着ていて顔色は病熱で華やかになっている。たくさんな長い髪は中ほどで束ねられていて枕に添えてある。美女がこんな風でいることは最も魅惑的なものであると見えた。源氏は妻の手を取って、悲しいじゃありませんか、私にこんな苦しい思いをおさせになる。多くものが言われなかった、ただ泣くばかりである。平生は源氏に真正面から見られるととても決まり悪そうにして横へそらす、その目でじっと夫を見上げているうちに涙がそこから流れ出ているのであった。それを見て源氏が深い哀れみを覚えたことは言うまでもない。あまりに泣くのを見て残していく親たちのことを考えたり、また自分を見て別れの耐え難い悲しみを覚えるのであろうと源氏は思った。そんなに悲しまないでいらっしゃい。それほど危険な状態でないと私は思う。またたとえどうなっても夫婦は来世でも会えるのだからね。ご両親も親子の縁の結ばれた間柄はまた特別な縁で、来世で再会ができるのだと信じていらっしゃい。と源氏が慰めると、そうじゃありません、私は苦しくてなりませんから、しばらく法力を緩めていただきたいとあなたにお願いしようとしたのです。私はこんなふうにしてこちらへ出てこようなどとは思わないのですが、物思いをする人の魂というものは本当に自分から離れていくものなのです。懐かしい調子でそう言った後で、嘆きわび空に乱るる我が玉を結び止めてよ、従いの妻、という声も様子も夫人ではなかった。全く変わってしまっているのである。怪しいと思って考えてみると、夫人はすっかり六畳の御息所になっていた。源氏は浅ましかった。
人がいろいろな噂をしても、くだらぬ人が言い出したこととして、これまで源氏の否定してきたことが、目の前に事実となって現れているのであった。こんなことが、この世にありもするのだと思うと、人生が嫌なものに思われだした。そんなことをお言いになっても、あなたが誰であるか、私は知らない。確かに名を言ってごらんなさい。源氏がこう言った後のその人は、ますます御安どころそっくりに見えた。浅ましいなどという言葉では、言い足りないお勘を源氏は覚えた。女房たちが、近く寄ってくる気配にも、源氏は、それを見合わされはせぬかと、胸がとどろいた。病苦にもだえる声が少し静まったのは、ちょっと楽になったのではないかと、宮様が飲み湯を持たせておよこしになったとき、その女房に抱き起こされて間もなく子が生まれた。源氏が非常にうれしく思ったとき、他の人間に移してあったのが皆口惜しがって、もののけは騒ぎ立った。それに、また後産も済まぬのであるから、少なからぬ不安があった。夫と両親が神仏に大願を立てたのは、この時である。そのせいであったか、すべてが無事に済んだので、永山の座主をはじめ、高僧たちが、誰も皆、ほからかに、汗をぬぐいぬぐい帰っていった。これまで心配をし続けていた人は、ほっとして、危険もこれで去ったという安心を覚えて、回復の諸行も現れたと、誰もが思った。手法などは、また改めて行わせていたが、今、目前に、新しい命が一つ出現したことに対する、歓喜が大きくて、左大臣家は、昨日に変わる幸福に満たされた形である。院をはじめとして、親王方、高官たちから、派手な産養いの賀宴が、舞を持ち込まれた。出征したのは男子でさえもあったから、それらの儀式がことさら華やかであった。六条の御安どころは、そういう取り沙汰を聞いても、不快でならなかった。夫人はもう危ないと聞いていたのに、どうして子供が安産できたのであろうと、こんなことを思って、自身が失神していたようにしていた
幾日かのことを静かに考えてみると、着た衣服などにも祈りの層がたくごまの蚊が死んでいた。不思議に思って髪を洗ったり着物を変えたりしても、やはり改まらない。見やすどころは世間で言う生き量の説の否認しがたいことを悲しんで、人がどう批評するであろうかと、誰に話してみることでもないだけに、心一つで苦しんでいた。いよいよ自分の恋愛を清算してしまわないではならないと、それによってまた強く思うようになった。少し安心を得た源氏は、生き量をまざまざと目で見、見やすどころの言葉を聞いた時のことを思い出しながらも、長く尋ねていかない心苦しさを感じたり、また今後見やすどころに接近しても、あの醜い記憶が心にある間は、以前の感情でその人が見られるかということは、自身の心ながらも疑わしくて、苦悶をしたりしながら、見やすどころの対面を傷つけまいために、手紙だけは書いて送った。三千の重かった容体から油断できないように、両親は今も見て心配しているのが道理なことに思えて、源氏はまだ恋人などの家を尾行で問うようなことはしないのである。夫人はまだ衰弱が甚だしくて、病気から離れたとは見えなかったから、夫婦らしく同室で暮らすことはなくて、源氏は小さいながらもまばゆいほど美しい若君の愛に没頭していた。非常に大事がっているのである。自家の娘から源氏の子が生まれて、すべてのことが理想的になっていくと大臣は喜んでいるのであるが、葵夫人の回復が遅れているのだけを気がかりに思っていた。しかし、あんな渋滞でいた後は、これを普通としなければならないと思ってもいるであろうから、大臣の幸福感は、大して割引したものではないのである。若君の目つきの美しさなどが東宮と非常によく似ているのを見ても、何よりも恋しく幼い皇太帝をお思いする源氏は、御所のそちらへ上がらないでいることに耐えられなくなって出かけようとした。
御所などへあまり長く上がらないで気が済みませんから、今日私は初めてあなたから離れていこうとするのですが、せめて近いところに行って話をしてからにしたい。あまりよそよそしすぎます。こんなのでは。と源氏は夫人へ取り継がせた。本当にそうでございますよ。体裁を気に遊ばすあなた様方のお間柄ではないのでございますから。あなた様がご衰弱していらっしゃいましても、物腰などでお話になればいかがでしょう。こう女房が夫人に忠告をして、病床の近くへ座を作ったので、源氏は病室へ入って行って話をした。夫人は時々返事もするが、まだ随分様子が弱々し、それでも絶望状態になっていた頃のことを思うと、夢のような幸福にいると、源氏は思わずにはいられないのである。不安に耐えられなかった頃のことを、話しているうちに、あの呼吸も絶えたように見えた人が、にわかにいろんなことを言い出した光景が、目に浮かんできて、たまらず嫌な気がするので、源氏は話を打ち切ろうとした。まあ、あまり長話はよしましょう。いろいろと聞いてほしいこともありますがね。まだまだあなたはだるそうで気の毒だから。こう言った後でお湯をおあげするがいいと女房に命じた。病の妻の夫らしい。こんな気の使い方をする源氏に、女房たちは同情した。非常な美人である夫人が衰弱しきってあるかないかのようになって寝ているのは痛々しく可憐であった。少しの乱れもなく、ハラハラと枕にかかった髪の美しさは男の魂を奪うだけの魅力があった。なぜ自分は長い間この人を飽きたらない感情を持って見ていたのだろうかと、不思議なほど長くじっと源氏は妻を見つめていた。院の御所などへ伺って早く帰ってきましょう。こんなふうにして始終会うことができれば嬉しいでしょうが、宮様がじっとついていらっしゃるから、ぶしつけにならないかと思って、ご遠慮しながら、陰で反問をしていた私にも同情ができるでしょう。だから、自分でも
早く良くなろうと努めるようにしてね。これまでのように私たちで一緒にいられるようになってください。あまりお母様にあなたが甘えるものだから、あちらでもいつまでも子供のようにお扱いになるのですよ、などと言い置いて、きれいに装束した源氏の出かけるのを、病床の夫人は平勢よりも熱心に眺めていた。秋の管理の昇進の決まる日であったから、大臣も参代したので、子息たちもそれぞれの希望があって、この頃は大臣のそばを離れまいとしているのであるから、皆続いてその後から出ていった。いる人数が少なくなって、邸内が静かになった頃に、葵の君は、にわかに胸がせき上げるようにして、苦しみ出したのである。御所への迎えの使いを出す間もなく、夫人の息は絶えてしまった。左大臣も源氏も慌てて退出してきたので、樹木の夜であったが、この騒ぎで管理の任免は決まらずに終わった形である。若い夫人の突然の死に、左大臣邸は混乱するばかりで、夜中のことであったから、永山の座主も、他の僧たちも、招く間がなかった。もう危篤な状態から脱した者として、誰の心にも、油断のあった隙に、死が忍び寄ったのであるから、皆呆然としている。慰問の使いが集まってきていても、挨拶の取り次ぎを託されるような人もなく、泣き声ばかりが邸内に満ちていた。大臣夫婦、故人の夫である源氏の嘆きは、極度のものであった。